皆さん、こんにちは。ということで、えー、今日もね、やっていきたいと思います。で、まあ、今日もいろいろね、動きがありまして、で、まあ、ジャッジのね、ことなんかもね、こう見ててですね、うわ、マジかマジかとなって、まだね、決まりませんでしたけどもね、うん。ただまあ、ドキドキしちゃうな、というところでね、その他いろいろと、えー、FA も決まったところありますしね。で、まあ、昌平のね、えー、ニュースなんかも出てきてますので、えー、お伝えしていこうと思います。 まず今日はエンゼルスね、補強というものはないんですけども、えー、将兵翔平のね、起用法ですか。がですね、えー、ネビンちゃんがお話ししたのかな。で、まあ6人のローテはね、まあ、一応今のところ維持するつもりというね、ことではあるっていうのはね、もう前から言われてるんですけども、えー、将兵翔平については、まあ、中5で行くってことなのかな。うん。ということで、まあ、要はね、えー 6人を維持したとしてもですね。まあ、中5日で回していって、で、まあ、試合がない日とかありますよね。で、そこがまあ、空いちゃったりいろいろしたっていう場合はあったら、えー、翔平のその中、まあ、ね、5日とかが、こう、6とか7とかね、えー、なっていくことがね、まあ、あるんですけども、まあ、余計なね、休みを与えたくないみたいなね。うん。与えたくないっていうか、まあ、 こう、一試合でも多く投げてもらいたいっていう感じだと思うんですけども、まあ、そうなった場合に、えー、先発予定のところのね、まあ、昌平の前誰が来るかわかんないですけど、そこをスキップさせて、そこにね、昌平を投げさすと、まあ、余計な休みが、えあった場合ですよね。それでまあうまく、できるだけこう、多く回していくっていう感じで、えー、ま、昌平のね、起用法としては育って一年間、えやっていくつもりだということらしいので、 ま、余分な休日とか、えー、チームがね、休みのところとかを、まあ、うまく、えー、計算してというか、まあ、飛ばしてっていうかね、うん。まあ、そういうことが起きたら、えー、前のピッチャーの、ね、先発予定の前のピッチャーを飛ばして、翔平が投げるっていう形になるのかな、という感じですよね。うん。まあ、これはね、あの、予定であってね、まあ、本人の来期の状況によって、まあ、全然変わってくるんでしょうけども、 ただ、こうやって起用していけば31登板ぐらい先発できるみたいなことらしいんですよね。うん、だからまあ、今年のね、2022年よりは、えー、多い登板にはなるのかなと思うんですけどもね。うん、ただ、それと打者とのバランスで、まあ、どうなんでしょうって感じなのでね。まあ、やってみなきゃわかんないっていうところもあるんでしょうけども、まあ、とりあえずそういう形で回すっていうことになるのかなと思いますけどもね。うん まあこれがこうオーバーワークにならなければいいですけどもね。うん。っていう感じでしょうかね。でまあそれなのに、まあ6人ローテでは行くっていう感じっていうことなんでね。うん。まあそうやって回していくればら5でもいいけんじゃねえかなっていう気がしますけどもね。まあそうなってくるとまたね、えー、中5っていうところが減っちゃう場合もあるからっていうことでしょうけどもね。まあそういう形でまあ中5で昇平を、こうなんていうんだろうな,な。 その中5を変えずに将兵を投げさせるように、まあうまく計算して優先してというかね、うん。まあ投げさせていくみたいなことになるっていうことかなと思いますね。で、まあ WBC のことなんかも書いてありますけどもね、まあどういう形で起用されるのかっていうのはまあね、うん、まだ決まってないっていうかね、うん、まあ栗山さん次第なのかな。うん、とまあ本人がどういう形でっていうのが、 まあね、えー、本人が決めるというか、まあ本人が OK となればね、えー、まあ調整によってたと思うんですよね、それはね。なので、まあそこも本人次第かなと思いますけどもね。うん。で、まあその状況によって栗山さんがどういうふうに使うか決めるって感じかなということですね。そしてまあダルさんがね、そのついでにと言ったら失礼なんですけど、ダルさんがね、WBC 出ないのかなっていう風な感じが強かったと思うんですけども、 えー、出るということになったん、ということでね。うん。で、まあ、最初のは五分五分だったみたいなんですけどもね。ただ、こう、今調整してきていけそうだなっていうことでね。で、まあ、栗山さんもこうね、出てくれって言われてるってことでね。うん。出なさいって言われたって言ったんでしたっけうん。まあ、ちょっとわかりませんけどもね。うん。まあ、それは冗談かもしれませんが、ただ、ね。 クリアムさんが出てほしいって思いはかなり強いというのは伝わったんでしょうしね。で、まあ調整的にまあいけそうだということで、えー、日本からね、そう、だからアメリカのステージからでもいいよっていう話であったらしいんですけどもね。まあそれはダルさん的にはそれは違うだろうっていう話でね。やっぱり出るんだったら日本から行かないとっていう話で。まあ日本からこうダルさんも出るということで、WBC。えー、さらにね、盛り上がるんじゃないかなということで。 まあ、このワールドカップが盛り上がりましたしね。うん。まあ、WBC も盛り上がってくれたらいいな、という感じですよね。うん。で、あと、昨日ですね、エステベス獲得しましたけども、まあ、彼自身はやっぱりクローザーをね、目指しているっていうことらしいんですよね。うん。で、その機会がね、まあ、あるっていうか、 そういう形でね、起用する可能性が高いからエンゼルスに来たような形みたいで。まあやっぱり、ね、ただのリリーフよりは一番後ろっていうところ、まあクローザーっていうところはね、やっぱりチームで一人っていう感じになるわけですから、うん、やっぱり彼のその今後のね、あの、まあこのエンゼルスの後の野球人生もね、えー、クローザーやるのか、でクローザーで成功したらさらにね、給料もまあ高くなるでしょうし、 まあそういう面ではね、やりたいっていうのはあるんでしょうしね。うん。まあ、やっぱり最後をね、締めるっていう役割はね、重要なのでね、まあそこで成功できれば、キャリア的にもまアップですし、まあそういうのもあってね、まあエンゼルスを選んだと。で、やっぱりロッキーズにいたので、まあ多少ね、やっぱり良くなるんじゃないかっていうのはね、自分でも言ってるのでね、まああの、球速いですし、パワーピッチャーだしね、うん。まあそういうところも含めてエンゼルスに来たっていうところなのでね、 まあ、もし、後ろやるんであればね、うん、頑張って期待したいなっていうところですけどもね。うん。まあ、そんな感じで、えー、クローザー希望という形みたいですね、やはり。で、あと、エンゼルス売却問題ですね。えー、ちょっと進展があったということで、えー、まあ、そのニュースターツ希望の人が財務情報をね、今、見、目にするっていうね、状況になっているっていうところらしいですね。うん。で、まあ、エンゼルスとしては開幕前に売っちゃいたいっていう、 ま、考えうん。と、えー、理解しているとね、あのー、マンフレットさんね、コミッショナーが言ってるんですけども、まあ、それはどうかはちょっとわかんないな、みたいなことでね。まあ、全部がこう、うまく、えー、最速でいけば多分いけるかもしれませんけども、っていうところなんですけどもね。うん。その入札プロセスとか、えー、書類を作って、まあ、ね、そうやっていろいろやるっていうのがね、うまく、すべてうまくいったら開幕前、っていうことみたいですけども、 まあちょっと、えー、それはね、かなり早い。まあ、それが本当にね、えー、成功したらかなり早い売却となるっていうことなのでね。まあ実際、えー、本当にその、開幕前に売れた場合は、えー、売りますよと言ってから7ヶ月っていうことなんでね、まぁ、あ、随分早いってことらしいんですよね。うん。じゃあ実際、まあそれをなるかは、まあまだわかんないし、微妙かなってことらしいんですけどもね。まあ、とりあえず一歩、売却には、 え、近づいたということではあると思うんですけどもね。うん。ただその入札者が複数いるっていうね、えー、希望者っていうかね、うん、複数いるっていう形なので、まあ前にも出てた情報ではやっぱり複数いるとね、えー、複雑にはなるってことなんでね、まあどうなるかわかりませんけどもね、とりあえず一歩は進んだということみたいです。あとまあちょっと残念ニュースですけども、エンゼルスが、え、ドラフトですね、え、来年のドラフト、 が11位になっちゃったということでね。まあ、10位だったんですよね。あのー、今までの、あのー、勝率で行く順位だと、ドラフト10位がもらえてたはずなんですけど、まあ、今年が抽選になったのでね。まあ、11位にちょっと1個ダウンしたって感じですよね。ただね、あのー、他のチームもね、ダウンしてるっていうか、うん。えー、アスレチックスかな 3番手ぐらいだったのが6番手かなんかになってんだよね。3番手だから2番手だったのが。だからパイレーツ、ナショナルズ、アスレチックスが一番、あの、多かったんじゃないかなと思うんですね。1位をもらえる確率がね。ただアスレチックス6位になってるってことなんで、まあ、ちょっとだいぶね、うん、3位とかと6位じゃ違うと思うんですよ。うん、厳しいなって感じでね。 で、まナシュアーズとパイレーツは、こう、ナシュアーズが勝率的には一番低かったと思うんですけども、ま1位と2位が入れ替わった感じなのかな。まそんな感じでね、1位がパイレーツ、2位がナシュナーズ、で、3位がタイガース、まここがアップしてんのかな。で、4位がレンジャーズ、で、5位がツインズ、で、6位がアセチックスで、7位がレッツ、8位がロイヤルズ、9位がロッキーズ、で、10位が マーリンズ。で、1一がエンゼルスと。で、12がディーバックス。13位がブス。14位がレッドソックス。で、15がホワイトソックス。16がジャイアンツ。17はオリオールズ。18がブルーエブス。ブルアーズ。19位がレイズ。ブルージェイス。カージナルス。メッツ。マリナーズ。ガーディアンズ。ブレーブス。ドジャース。パドレス。ヤンキース。フィリーズ。アストロスという形で。 まあ、ヤンキース28位ということでね。まあ、そんな感じかということですけども。うん、まあ、どうでしょうね。10位と11段で、まあ、あんまり変わんないかもしれないけども。まあ、例えば10位で取られた人が欲しかった人だったってなる場合もあるんですけどね。うん。だから、その1位の差って、まあ、 ね、マーリンズがどこを取るかによって変わってくると思うんですけどもね。うん。ランゼスが欲しがってたところが、まあ、10位で取られなければ、まあ、同じかなと思いますけどもね。ただ、やっぱり、ね、今までだったら10位だったんですけど、1個ダウンっていうところなんですよね。まあ、でも、アスレチックスとかが一番かわいそうなのかなって気がしますけどもね。うん。まあ、でも、これでやることによって、まあ、完全に負けをね、意識していっても、まあ、確実には1位は取れないっていうことになりますのでね。 で、まあ、連続で、なんだっけ、3位以内かなんかにちょっとダメとかありましたよね、なんかね。うん。だから、まあ、いいんじゃないですかね。うん。わざと負けるっていうのが、まあ、若干抑制されればね、っていう感じかなと思いますね。で、あとね、エンゼルスとしては、まあ、千賀さんに興味を示してるっていうのが出てましてね、またね。うん。で、まあ、ただ、えー、このね、記事の人は、千賀さんを行くよりは、ショート行った方が絶対いいぞ、みたいなね。うん。 ことにな、書いてあるんですよね。うん。なので、まあ、エンゼルスが利用可能な、えー、スタース、遊撃手というか、ね、ことでね、うん。そのうち一人っていうところで、まあ、ただね、まあ、今コメントでもね、やっぱショートね、その三人、まあ、もう今ね、四人いたのが三人になってますけど、そっから一人欲しいなっていう声があるんですけど、まあね、厳しいよなっていう話ではあると思うんですよね。 ただ、でも、このね、記事でも、まあ、この人だけじゃなくても、いろんなところやっぱショートショートってね、まあ、この前もショートショートってすごい出てるな、という話でてもしてると思うんですけど、本当にね、ショートショートって出てるんですよ。で、さらに今、リリーフ1枚取りましたよね。なので、次にね、やっぱ目を向けるとこはショートだろうっていうね、まあ、ことになってるんですよね。うん。 なので、まあ3人から1人って言うとね、一番安くても、えー、スワンソンなんですよね。で、スワンソンが、六、えー、6年で、年俸が24ミリオンぐらいかなっていうぐらいな、まあマーケットバリュー的なことになってて、まあそういうそれぐらいだと思うんですけど、まあだから24で取っちゃってもエンゼルスとしては多分、贅沢税も超えちゃうと思うんですよね、現状ね。うん。 だから、このタイミングで超えていくのかっていう話なんですよね。だから、まあ、超えていくのであれば、まあ、それはそれでね、おおって思うんですけど、なんで今やったんっていう風にも思うと。うん。じゃあ、もうちょっと前から超えてくれよ、みたいなね。うん。話ではあると思うんですよ。だから、まあね、可能性としては低いと思うんですけどもね。ただ、ショート、ショートっていう記事はもう、しょっちゅう出てきてるし、このところね。うん。で、まあ、今日はもう、リリーフ取ったんで、 もう次はショートだろうっていう記事だしね。なのでまあどうなんすかね。でまあ、ペリーちゃんはね、ショートのその3人と会ったかっていう質問にまあついてね、質問されたらしいんですけど、それはなんかまあ答えてないみたいなんですけども、まあどうなんすかね、と。だからまあショート取るんであればトレードが現実的かなとは思ってるんですけどもね、普通に考えるとね。ただまあその、 この3名、えー、まあ4大ショートっていうところの、まあ3名残っているところを誰か取るにしても絶対に多分、取った瞬間に贅沢税超えていくっていうのはまあ、ほぼほぼ決まるとは思うんでね、うん。だからまあどうなるのかっていうところですけどもね。まあそのリスクをこの、まあ、タイミングでやるのかっていうところなんですけども、まあやったらやったらびっくりしますけどもね。うん ただ、えー、なぜ今やるんだっていうね、話もなってくるっていう感じかなと思いますけどもね。まあね、ショートはやっぱお金がかかりますので、まあどうなるのかっていうところですけどもね。うん。まあ取るならトレードかなっていう気がしますね、個人的には。でまあ次ですね、ヘンゼルスしは終わりまして、ジャッジですね、まあ今日決まんじゃねえかみたいなね、勢いで、まあいろいろと出てきてまして、 でも、ジャイアンツの方に行ってるみたいなね、ツイートが、されたんですけども、まあ、それはちょっと間違いだったっていうか、フライングしちゃったのかなんかね、うん。ね、消したりしてたんですよね、そのツイート。で、まあ、ジャイアンツとしてはまだ何もね、報告するものは何もないってことで、まあ、もうなんか、もう決まったみたいな一回出したんですけどね。まあ、それはちょっと誤報だったっていうことなんですが、ただま、あなんか、流れ的に、 ねジャイアンツ行くんじゃねえかみたいな感じになってるかなっていうね、思いますけども。で、まあ、えー、3億6千万ドルかなうん。なので、えー、ねえすごい金額を出してきたってジャイアンツがね、まあそれに近い金額っていうか、まあそれぐらいの金額をオファーしてきたってことで、まあヤンキースは3億ドルでしたよね。なので、 ま、だいぶね、多いってことになりますし。でから、40、年報が40ミリオンの9年ってことかな ?36 だから。っていうぐらいのオファーなのかなと思うんですよね。だから、ま、ヤンキースとしては40ミリオンの10年だから4億ドルいかないきゃ超えてこれねんじゃないかみたいなね、うん。感じにはなってるのかなと思うんですよね。 ただまあお金が全てではないと思うんで、決して高い方だから選ぶってことではないと思うんでね。まあ、なんとも言えないんですけど、まあターナーもなんか、えパドレスがもっとね高い方は342ミリオンかなんか出してたみたいですけどもね、えそっちはいかなかったので、まあいろいろとやっぱりお金じゃない部分もあると思うんですけど、ただ大きさで言うとね、かなりヤンキースよりは、 え、ジャイアンツの方が出してきた。まあ、6000万ドル多く出してるって感じにはなるのかなと思うのでね。うん。なんか、ちょっともう、ジャイアンツかみたいなね。ほんと、流れに今なってるかなと思うんでね。ちょっとやばいっすな、っていうところですね。ヤンキースファンとしては。で、まあもう今日決まりそうかなと思ったら、まあ現状決まってないのでね。まあ明日以降かなと思いますけどもね。いやー、うん。 起きたらジャイアンツパターン、もしくは夜中にジャイアンツパターンあるんじゃないかなと思っております。で、先ほどね、話があった千賀さんですけども、す、え、で、ー、に5年以上のオファーがあるっていうことで、まあやっぱりね、うん、人気は人気で、5年と6年の契約をもう出してきている、出されているっていうことらしいですね。うん、で、まあいくらの契約かっていうのはまあ明かされてないんですけども、 まあ、メジャーの3分の1ぐらいのチームはもう関心はあるということですよね。うん、で、まあ、実績のないね、えー、ピッチャーに5、6年のね、あの、ね、あの、シーズンをね、確約というか、契約するっていうのは、まあ、確かにリスクはありますけども、まあ、ただ、それぐらいしなきゃ取れないレベルのピッチャーではあるということでね、うん、まあ、いいんじゃないかなというところですね。まあ、やっぱり、 なんだろう、覚悟していくんだったら、まあ、それぐらい貰った方がね、えー、もらえるならいいと思いますから、うん。で、まあね、やっぱり日本でも活躍してるし、まあ、国際大会でも投げてるしね、まあ、そういうところずっと見てきてるわけですから、メジャーのスカウトもね、うん、まあ、そういう契約が出てくるのかな、っていうところですけどもね、うん。まあ、とりあえず、そのボールにね、適応できるかとか、なんとかなかんとかっていうね、コメントは来るんですけど、毎回。まあ、結局、ね、 ただ、そのね、契約どうなるかわかんないですけど、まあ、5年6年で出てきてるんでね、まあ、向こうとしてはそれなりの評価をして、ま、あこれぐらい出さないと取れないレベルだっていうことではあると思うので、ま、あそうなって決まればね、あとは行ってどうなるかですから、まあ、そこをね、見守って、ま、あこちらを応援したいなっていう感じなのでね、ま、あ年内、そのすぐ決めるっていうことはないらしいので、なんかね、情報によると、ただ、 まあ年内に決まればいいかなぐらいかなと思ってるらしくて。まあ焦りはないらしいのでね。まあじっくりとっていうところかもしれませんけどもね。うん。まあこの記事的予想では5年75ミリをっていうことなんですけど、まあ6年が出てきてるってことなんでね。まあどの程度の契約になるのか楽しみかなとは思いますね。はい。えー、続いてね、日本人選手関連で言うと、えー、吉田さんもね、えー、ポスティング申請ということで、 え、まあ、ね、交渉再開始っていうことか。うんで、45日間かなうん。っていうことなので、まあ、その間に決まればいいなっていうところですけどもね。まあ、結構多くのチームが、えー、ね、まあ、注目してるっていうか、まあ、そういう感じになると思うんですけどもね。まあ、どこかしらうまく決まってくれたら、まあ、いいなと思いますね。まあ、ヤンキースもまあ、こう狙ってるって話もあるんで、 まあそろそろ日本人選手ヤンキースっていうのもまあいいのかなとは思いますね。で、続いてカブスがベリンジャーと契約ということで、えー、ベリンジャー決まりましたね。うん、で、まあカブスセンター欲しいってことになると思うので、まあ、うん、そういう感じかなと。で、年俸的には、えー、12.5ミリオン。で、オプションがあって、えー、5ミリオンのバイアウトかな。うん、なので、最 どっちにしろ保証は17.5ミリオンっていうことなので、まあ、うん、いいんじゃないかなってところですね。確か今年のその年俸が18ぐらいになるって予想だったんじゃなかったりしたっけね。だからまあ、どっちにしろ17.5はもらえるってことなんで、うん、まあいいんじゃないかなと思いますけどね。えー、続いてジャイアンツがハニガーと3年契約ということで、えー、3年で43.5ミリオン。 の契約保証ということで、600万ドルの契約ボーナスを前払いで受け取って、2023年は500万ドルなんで5ミリオンかな。で、2024年が17ミリオンの年俸ということで、もしトレードされたら1ミリオンのボーナスも入るということでね。 なので、えー、あとは2年後、2シーズン後にオプ,オプトアウト可能ってことなんで、まあ2年過ぎた後ですね。なので、まあ全部合わせて、えー、43.5ミリオンの保証ということらしいですね。まあハニガーも結構ね、えー、注目というか人気どころであったっていう感じですけども、えー、まあとりあえずジャイアンツに決まって、まあジャイアンツとしてはジャッジもまあ、これ決まってるけどジャッジもまあ取りに行くことは変わりないと思うんで、うん。 まあね、ね、えー、結構、こう、ジャイアンツもね、気合い入れてきてんな、っていう感じはしますね。で、続いて、ヒーニーがですね、レンジャーズと2年契約ということで。まあ、ヒーニーね、昨日の時点で3年契約をもらってて、4年契約を希望してるみたいな感じの記事が出てたんですけどもね。まあ、結局2年契約に落ち着いたのかな。うん、ただ、えー、年俸12.5ミリオン。 で、さらに、最大で5ミリオンの、まあ、インセンティブ的なのがあって、まあ、それをね、2年間含めると、最大で37ミリオンってことらしいんですね。うん。なので、まあ、その辺の、まあ、最大金額が多かったのかな。で、オプトアウト可能らしいので、えー、来年、1シーズン後オプトアウト可能なので、まあ、来年、えー、いいパフォーマンスがし、 出たら、えー、さらに、こう、いい契約をもらいに行くっていうことが、まあ、オプターとしてね、いい契約をもらいに行くことも可能と、えー、いうことになってるという契約なので、まあ、そういうのにかけたのかな、うん、と思いますけどもね。まあ、ただ、レンジャーズもなんか、結構来てんなっていう感じでね、うん。まあ、同地区ですから、エンゼルスとね、うん。まあ、気合い入れてきてなって気がしますね。で、続いて、まあ、フィリーズ。 が台湾ウォーカーと契約ということで。まあ彼はちょっと僕はね、えー、結構いいんじゃないかって、まあ去年も一と年しからが言ってるんですけどもね、うんえー。4年で72ミリオンということで、まあ、えー、結構いい金額でね、えー、契約できたということみたいで。まあフィリーズもね、結構動いてますね。うん、まあ狙ってんでしょうね。うん あと、フィリーズが、えー、マットストラームと契約間近ということでね。まあ彼、彼、えー、リリーフかな。パドレスとかにもい、いましたよね。うん、で、今、レッドソックスにいたのかな。えー、今年はね。で、まあ、えー、フィリーズと契約間近ということになります。続いて、ヤンキースですけどもね、えー。トミー・ケンリーと契約ということで、えー、2年契約ですね。で、年俸が5.75。 ミリオンという形になって、2年契約と。で、まあ、彼、ヤンキースにね、いて、投げてたんですけども、まあ、怪我、トミジョンかなんかしてんですよね。なので、まあ、その間に、こう、ドジャースと、まあ、契約して、で、まあ、その、リハビリ期間プラス、まあ、今年復帰できるかみたいなことの、多分、契約だったとは思うんですよね。で、まあ、今年、まあ、復帰はしたんですけど、まあ、そんなには投げられてないんですが、まあ、 えー、いい掘ってるということで、まあ、ヤンキースはそのね、怪我してたから、まあその時は契約しないで、で、まあ戻ってきたらまた取り戻したみたいなね、感じのイメージかなとは思うんですけどもね。まあ、とりあえずヤンキースとしては、え、リリーフピッチャーを一人ゲットという感じですね。で、カブスがですね、ジェームソン・タイヨンと契約間近となっておりまして、まあ、ヤンキースから FA となってますけどもね、タイヨンが、こう、契約間近と、カブスとね、うん、なっております。 で、ウィルソン・コントレアスですね。まあ、キャッチャーの FA で、まあ、トップでしょう。うん。で、カージナルスとアストローズから、ええー、まあ、複数年オファーを受け取ったということで、まあ、キャッチャーが欲しいところはね、まあ、行くでしょうね。うん。とりあえず彼は、まあ、ナンバーワンのチョイスだと思うので、キャッチャーはね。なので、まあ、カージナルスとアストロズと。まあ、カージナルスでも正方針問題もありますから、 まあそんなところですかね。うん、で、アストロズはでもね、トレードで取ろうとしてたっていう話ですけどもね。まあ、ちょっと防止されたけども、まあ結局 FA となったら、まあ取りに行くという感じなのかなと思いますけどもね、うんえー。ついてね、ガーディアンズが女子ベルト契約ということで、えー、2年で33ミリオンということの契約と、えー、なっております。で、まあそうこうしてね、話してるうちにですね、えー、体温タイヨンですね、がまあ、 決まったという感じみたいでして、4年契約ですね。4年の68ミリオンということで契約合意と、カブスとジェームソン対オンが4年68ミリオンということで契約となったということみたいです。で、まあ年にすると17ミリオンとかなんで、まあマーケットバリューの予想では14.5で3年契約っていう風にね、まあ出てたのでね、まあ それから比べると、えー、かなり、まあ、いい契約というかね、うん。いい評価してもらって、さらに4年で、年単位もね、えー、3億ぐらい増えてんのかな、ということなんでね、まあ、非常にいい契約をもらえたんじゃないかな、とは思いますね。うん。なんかやっぱり、どうなんでしょうね。市場的にちょっと高くなってんのかな、予想より。うん。なんかそんなイメージありますけども、ちょっとどうかわかんないし、毎年こうかもしれないですけど、 なんかね、予測値より高くなってる印象が強いかなと、今のところね、思いますけどもね。うん。まあなんか、こう、なんだろうな、こうね、あんまりこう、上の方が決まっちゃって、あと、ね、どこ行こうかなっていうところでね、まあ先にこう行っとかないとね、っていうところがあって、で、まあさらにそこにこうね、欲しいチームがガーっていくので、まあ高くなってんのかなとも思いますけどもね。 まあなんかそんな印象をちょっと今受けてるかなと。うん、全体的にね、えー、予測のね、マーケットバリューより高くなってんのかなっていうね、印象は受けております。ということで。まあ今日も非常にね、動きがあったなという感じで。うん、まあ本当ね、ジャッジも早く決まってくれたらいいなっていうところでね、どっちなんだということでね、うん、思ってますのでね。まあもうなんかそろそろ決まりそうな雰囲気なのでね、まあ明日あたり出てくるかなと思うんでね。 まあ、非常に注目かなと思います。ということでね、えー、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、ロー、コメントよろしくお願いします。で、終わります。えー、ここからね、雑談ということでやっていきたいんですけども。まあね、毎日こう動画出してね、日々こうコメントね、いろいろといただいていましてね、ありがたいんですけども。まあ、昨日はですね、ちょっと MVP 級のコメントがね、まあ、ね、ありましてね。 で、ペリーちゃんがね、うまくこうやりくりするお母さんに見えてきたということでね。まあ、モレさんがね、えー、高い買い物ばっかして。で、まあ、それにね、振り回されながら、100均とリサイクルショップでなんとかね、えー、してるということで。<laughs> まあね、まあ、100均っていうのは、まあ、マイナー契約の選手たちと。で、まあ、リサイクルショップっていうのは、まあね、あの、要は1年しか使えない まあ洗濯機とか冷蔵庫とかまあ取ってきてるって感じですけどもね、うん。まあ何でもいいんですけどもね。とりあえず1年しか使えないっていうところでね。まあこのコメントはちょっと本当 MVP 級でしたね、うん。素晴らしいコメントだったなと思いますね。でまあね、あのー、いろいろね日々コメントをいただくんですけどもね。まああと昨日ね、ビッグネームがないっていうのとね、あと沢村っていうのはね、同じ人からのコメントですけども。 まあ沢村さんもメジャーからやっぱちょっとね、オファーはこう、しっかりとしたオファーはまだないらしいんですけどもね。うん。まあ一応その接触はあるみたいで、ただこのメジャー契約じゃなければ日本に戻るってことらしいんですよね。うん。だからまあそんなに高くないしね、年俸自体がね。だからまあ取るとこあるんじゃないかなと思うんですけどもね。でまあそのエンゼルスにどうかっていう話らしいと思うんですけど、沢村っていうのはね。<laughs> で、まあ個人的にはいいと思いますけどもね、その、フォアボール連発をどうにかできればね、ただまあ彼が来たらですね、えー、確実に界隈がですね、え切れ、髪切れ、髭をそれ、つってね、多分騒ぎ始めるかなっていうところで、えコメントは返しておきましたけどもね。まあねメジャー、とりあえずメジャーは優先してるってことなんでね、まあ彼も決まればいいなっていうふうには思いますけどもね、うん。 で、まあね、エンゼルスがこう、開幕日までに、うん、売りたいっていうことになってるっていうことなんでね。まあもうそうなってくると、モレーはもうどうでもいいと思ってる可能性もまあ高いのかなって思うので、まあ売るんでね、その、贅沢税を超えて、まあ関係ねえからまあ超えてもいいやっていうね、まあね、ことはさすがにね、まあ、例えばちゃんとね、しっかりとこう、 ことが運ばなかった時困るし、まあそういうことではないと思うんですけど、超えていくのは OK っていうのはね、関係ないから。ただまあ関係ないから、その、ね、上限値以内だったらまあいっかみたいな感じもあんのかなっていうちょっと思うんでね。うん。だからこの後、あと1800万ドルぐらいはね、その、年の、なんて言うんでしょう、ラグジュアリータックスの換算のね、年俸、要は全体のね、 契約者全体の平均、年数で割った平均が、まあ、ラグジュアリータックスの、えー、対象なので、まあ、それがあと18ミリオンぐらいだったと思うんですよね。まあ、これはあのどこのサイトを見るかによって若干変わってくるかもしれないですけど、昨日確か 18. 点いくつだったと思うんですよね。なので、まあ、そこまではいけるのかどうなのかっていうところになってくるかなと思うんですよね。うん、だからまあ関係ないからいっかみたいなことでね、うん、なる場合もあるのかな ただまあね、全部がうまくいって、こう、じゃあ、えー、売れますってなったら、まあ、開幕日にはっていうことなんですけど、まあ、そううまく全部運んでいくかって言ったら、ちょっと微妙ですからね、まあ、間に合うかって言われたら、まあ、ちょっと、厳しいのかなっていう感じでもあるしね、あの、コミッションはちょっとわからんっていうことらしいのでね、うんで。複数いるとまたね、なんかあれだってことなんで、 ちょっとわかりませんけどもね。ただまあ開幕前に、もしね、開幕前っていうかまあでも、本当だったらまあこの年内とかに決まってないとちょっと、ね、どうも言いようがないけど、ね、ギリギリに決まってもっていうのあるのでね。うん。ではまあ年内に決まっちゃったら、ね、早く、決まっちゃえば、翔平電撃トレードもあったかもなと思う。 思ったんですけどもね。さすがにギリギリに、まあ開幕日に決まるかどうかギリギリみたいなことなんで、まあそのオーナーが決まってどうのっていうのではね、もうちょっと難しいなっていう気がするんでね。うん、まあとりあえず、現状だったらそのまま行くっていう気持ちではいるんですけどね。まあだから、どうなんでしょうね。関係ないからもう行くかっていうことで、えー、上限値までは行くのか、 ま、あこのまま終わってしまうのか、えー、そしてびっくり仰天、えー、ショート取って、えぇ、ー、贅沢税超えていくのか、うん。まあ、どのパターンになるかですね、うん。だからもうその当初の予定だった40ミリオンっていう補強資金これぐらいじゃないかっていうね、えー、言われてたところには到達したんで、昨日言った通りね。だこの後の上積みがどうなのかっていうね、ところなので、うん。 あと、いくら使えるのかですね。で、まあ、去年と同等の補強資金っていう風にするのであればね、年、年っていうか年俸のね、来年の年俸換算のね、補強資金っていうのにするのであれば、あとまあ、10ミリオンぐらい使わないと、去年と同じぐらいの補強にはならないと思うんですよね。その、残ってる人たちを除いてね、えー、テペラとループと。それを除いても、あと10ミリオン使わないと、去年と同じぐらいにはなっていかないと思うので、 だからまあそこがだからあと10ミリオンぐらい使えるのかどうかですね。だからそれでもう一人何かを取ってくるというところになるかなと。だから先発10ミリオン、リリーフの10ミリオンか、リリーフの5号で2人か、ショートにトレードで10ミリオンのつく、ね、取ってくるか。まあ、これぐらいかな。うん。予想されるのはね、どうなんでしょう。だからそんなに派手に動かないとしてもあと10ミリオン。うん。 の中でね、まあ、どっかは取れるのかなっていう感じですね。うん。だからまあ、アンダーソンとか、アンダーソン高いんでしたっけね。うん。だから、えー、ガーディアンズのね、ロサリオ、えー、ヤンキースのね、えー、IKF。ここがまあ、10ミリオン以内ですから。だから、IKF だったらまだ4ミリオンぐらい余ると思うんでね。リリーフもう1枚取ってくる。で、先発6番手はまあ、自前でどうにかする。まあ、こんな感じですか。うん。 次の何て言うんだろう。最低限ラインはその後10ミリオン使うのかどうかっていうところかなと思いますね。うん。でもその先、ね、贅沢税を超えるのかとかね、上限ギリギリまで行くのかなんていうのはちょっとね、実際わかんないんでね。まあ次動くとしても、とりあえず10ミリオン以内かなっていう感じかなというところですかね。うん。まあ動いてくれてればね、それはそれでね、面白いからいいんですけどもね。うん。 まあ、どういう感じなのかっていうのはね、まず、えー、オーナーは話さないしね、まあ、実際わからないというところなので、まあ、次のね、動きは、えー、予想としてはそんな感じなのかなっていうふうに思いますね。ということで、まあ、雑談もちょっと長くなりましたかもしれませんので、これぐらいで終わりにして、またね、明日期待したいと。で、まあ、ジャッジ早く決まってくれと。どっちでもいいっていうかね、もう、どうなんだっていうのはね、えー、毎日ね、思うから、早く決めてくれって話でね、うん。 思っておるので、まあ、とりあえず早く決まるといいなっていうところですね。